タイムは3分という表示です。抜けてくるシュート、クルトワついに決まりました。この瞬間世界の頂点に立つ王者が決まりました。歓喜に沸くスタジアム。いやー、草田さん、見事な戦いぶりでの優勝でしたね。そうですね、難しい試合もあったと思うんですけどもね、この大舞台で自分たちの戦い方をして結果を出すというのは本当に素晴らしいですよね。はい、そして有名の中世界のフットボーラーの憧れの舞台です。いやー、本当そうですよね。サッカー選手の中でもほんの一握りしかこの経験はできませんからね。はい、まさに選ばれし者のみこの感動を味わうことができるのです。さあ、栄光を手にして喜びに浸る選手、サポーター、この歓喜の瞬間を見ながらお別れとなります。北澤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。Just a quick reminder today.